遊ぶってなった時に集合時間を LINE で3時半って言ったのに、僕が起きる時間1時半に電車で着きましたと2時間前コールしてきてもうどう思うみんな。俺はその LINE を見ながら二度見したどうだったかねってシープくんらしくて可愛いな。僕は俺さ、飛行機にいたから、うん、着くじゃん、うん、LINE 見たら32件溜まってるんそう、なぜって思って開いたら着くの早くねシープくんはなんで2時間前行動してきたのあ、わかんないけどなんか15時と13時間間違えちゃってなんで会えたの。まあ、まあそう、まあ、無事にね、会えたからよかったよね、うん。まあ MVP は絶対取りたいなと思ってます、まあ、ずっとプロでやりたいなけど年齢で出られないなっていうところがあったんですごく高まってます。順調に練習も進んでいて徐々に力がついてきています。キーマンはアポロ君、そのチームの戦略の基礎の部分を徹底して浸透させてきたのでアポロ君の本来持ってるキルポテンシャルっていうのが活かせるようになってきた。シーズン3で優勝しなかったらもう次優勝できないだろうなっていう気持ちを持って頑張りたいなと思います。